おはようございます。速稼塾の久保です。まあなかなかね、どんなことに関しましても継続するっていうのはなかなか根性がいるもんで、私はビジネスを継続することにはまあ自信が多少あるんですけども、このね、トレーニング、こちらの方はね、秋っぽいんですよね。なんかね、今まで振り返ってみても気合を入れてやったのはいいんですけども、まあ、やらなくなってしまうんですよね。一番長く続いたのが山登りなんですけども、これは2年ほど毎日継続することができました。まあ、冬のすごく寒くてね、滑るような雪の降るような時は別なんですけども、まあ、基本的に2年間続けられたかなと。で、筋トレの方もジムまで作ったんですけども、まあ、毎日やるほどにはならなかったんですよね。まあ、で、今新しい、ね、決断としてプランクをやってるんですけども、まあ、今日でやっと3日目ですよ。まだまだこれね、とりあえず1週間やってみて、その1週間ができるだったら2週間目に挑戦して、3週間目に、突入してみると。で、3週間続けたことはね、まあ、3年続けられるって言いますんで、まあ、そこをね、手がかりにやっていこうかと思います。今日のプランクは1分10秒に挑戦してみました。皆さんもね、継続できることありましたら、やっぱりトライ、失礼しました。トライしていってみてはいかがでしょうか。私も頑張ってみます。それではありがとうございました。今日は1分10秒でしたね。